伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は牧陽子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。この番組ツイッターでですね、牧陽子さんにぜひインタビューしろっていうのが多数来てたんです。本当ですか？本当に。なんでだろう。人気があるってことです。いえいえ、なんかやだいやでも今までそういえばお仕事もよくやってるし、はい、お客さんからもぜひ牧さんの声が聞きたいっていうので実現したんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私牧さんに今回インタビューにするにあたっていろいろ見てたんですよ。多分東京フレンズの舞台挨拶が最初な気がします。あ、あれが最初なんですね。すごい昔ですね。そうですよね。しかもあの舞台挨拶はたくさんの人がステージに上がっていたっていう記憶もあります。あ、出演者がですか？そうそう、まあ、でもメインで女の子4人いますからね。あ、だからだ。それであと瑛太とか他の男の人のキャストがいっぱいいた。ね、あれ何年前ですかね。どれぐらい前？え、まだ6年6年じゃないでしょ。でも公開が映画の方は2006年。あでも6年か7年前。そうですね。その間にいっぱいあってますけど、舞台もね、はい、おぼろの森に住む鬼、うん、でもご一緒させていただいてたのですごい活躍が。いえいえ。どうでしたか今回はこの外事警察、その男に騙されるな、ドラマの映画版に出演されてみて、はい、韓国のロケにも行かれましたけれどもいかがでしたか？なんかでも入る前にテレビドラマを全部一応見たんですけど、うん、だからそういう世界観っていうのはなんかそこでつかめて、そんなになんかこう、うん、現場の不安とかはなかったんですけど、でもやっぱり役が役なんで、うん、結構ずっとテンションの高い役っていうか、だから、まあ、ものすごいやりがいはあったんですけどね、うん、でもすごく大変は大変だったな。うん、家に帰りたくないなってずっと思ってた。わざわざここまでいつもテンション上げるのに家に帰ってこう一旦なんか自分に戻る時間が惜しいぐらい。どうやって切り返したんですか？いやもう現場入る前にはシッって言ってなんとか。だってずっと緊張してる感じですもんね。そうなんですよね。しかも怒ってるシーンが多いから、うん、怒りって結構すごいパワーを使うから、すごく疲れたな。でもここ最近考えてみるとあれですよね、結構そういう役多いですよね。本当ですか？ほらモテキもなんとなくこうツンとした感じ。ああでもモテキはなんかモテキはなんていうかなんだろう、友情出演みたいな感じだったかな。そして SP もね、あずっと続いてて。そうですね、SP、うん、SP でも随分撮影は前の話ですからね。ね、うん、すごい長くはやってますもんね、ドラマから映画までね、うん、やってましたね。なんかそうなんですよね、そういうイメージが結構あるなとは思いつつも、今回は韓国でのロケもあって暑い時期だったんですよね、うん、韓国、うん、8月下旬からか。そうだったと思う。もうなんかでも外での撮影って、うん、そんなになかったんですよ実は。ずっとその結構物語のクライマックスになるシーンの撮影だったから、防空壕の中っていう隔離された中だったから、なんかあらそこも大変だったな。ラスト近くのところですよね。そうです。あれだって韓国の本物の防空壕で、うん、噂によると40時間。なんか本当にで、向こうのアクションの方がアイリスとかだっけ、やってらっしゃった、はいはいはい、イ・ビョンホンさんの出てるアイリスをやってた、本当にすごくこだわる方で、うん、でそのやっぱ何アクションシーンの時間がものすごくかかって、で本物の銃を警察から借りてきて、でそれでやったりとかもしてたんで、すごい結構迫力のあるシーンになったと思ってるんですけど。いやあれはすごかったですよね、うん、私あの映画見てる時に1回目うんって最後のところで、これは誰が全部騙してて、うん、誰が気づいてるんだろうって思った時に、うんうん、まあ映画見てない方にはあんまり話せないんですけど、ここちょっとポイントなんですけど、うん、聞いていいですか？ラストって
香織さんやってて、香織さんなんですけど、香織さんはその外事警察の、まあ、住本っていう、あの渡部篤郎さん演じるこう外事警察の人にこう協力しろと、今回の事件を解明するためにっていうことで、まあ、スパイ的な役割を果たされることになるじゃないですか、民間人なのにもかかわらず、うん、でもラスト意外などんでん返しがあって、もう一つのショットがあるんですよね、はい、そこで私、あれ香織さんは気づいていたんだろうか、んっていうか騙されているのか、自分はわざと騙してる側なのかっていうとこだけ気になって、すごくあれは、まあ監督にも言われたんですけど、はっきりと明確にはね、きっと香織も分かってなかったと思うけど、でもきっと彼女の中では分かっていたっていう。そうなんだ、だからあの表情が出てくるわけですねこれ見てください、そうすると全ての謎が解明されると思います、ああそっか、そうするとすっきりしました、そこがねすごい気になっていたんですよ。そうなんです、だから監督にも言われました、本当にもしかしたらそのずっと住本が騙されてたって言ったか、騙してたっていうふうに観客が思ってて、もあの最後でもしかしてこう住本をこういうふうにやってたのは香織だったんじゃないかっていうふうな見え方を出したいみたいに言われて、キャラクター的にすごい面白いですね、その方がね。そうですよね、まあまあ、もうこうやって今回あの外事警察のこうメンバーの人たちとお仕事をして、特に小野真知子さんとのバトルのところも女ならではですっごい面白かったんですけど、実際のところ裏でも仲いいじゃないですか、お話ししてる感じ見ると。まあそうですねいつぐらいからこう仲良くなられたんですか。あ、なんかさっき2回目って言ってたけど、あ、そうそう、舞台挨拶で2回目って言ってましたよね。2回目じゃないよね、なんだ、これが初共演なんですよ。実はちらっとドラマとかでやってるとか、今ここにマネージャーさんいるんですけどね、こんな。いやでもね、本当にね絡みのあるやつはやってないし、え、多分なんかあいつ間違ってる誰かそう、天然な感じがでもすごいうん、でも初めて会ったんですよ、ここで会ったのが。そうなんですね。でもなんかもともと私は本当にすごい好きな女優さんだったし、気になってたんで、でなんかこう話してみたらもうあんな感じだからすごい普通にも、結構すぐ仲良くなって、渡部さんどうでしたか。渡部さんはもうあのままですね。でもやっぱすごい、なんて言うんだろう、いやいや主演の方なんで、ちゃんとこう現場を見てるし、すごい頼りがいがありましたね。マキさん、そうやって皆さんの映画にもね見たりとかしてるってことは、結構いろんな映画見てるわけですよね。まあ時間があるときには。マキさんがじゃあ基本的にこう好きなジャンルって何ですか、映画でいうと。なんだろう、結構何でも好きですけどね、ラブストーリーも好きだし、ヒューマンドラマも好きだし、アクションものも好きだし、結構面白いって言われたものは大体なんか見るようにはしてるかな。あ、私はいつも映画をこうどの映画が好きって聞かれた時にやっぱりジャンル分けしちゃうんですよ。アクション映画ならこれ、ラブストーリーならこれ、ヒューマンドラマだとこれかな、みたいな。マキさんはじゃあアクション映画だったらこれはおすすめですごい良かったっていうのは覚えてるのだと最近なんですか。昔の作品でもいいですよ。あ、でも私好きなの、この前テレビでやってたけど、ボーンシリーズ、あ、ボーンアイデンティティとか、とか好きです。あれってすごい SP っぽい感じ、私思ったんですよ、映画見た時に。そうですね、ね、SP のみんな好きです、あの映画マットデーモンが出てる、じゃあ体動かしてこう演技するっていうのも結構好きですか。好きですね、アクションだと血が騒ぎますだって相当 SP の時も鍛えてますもんね。まあそうですね、銃の構え方とかそういうのはだいぶ教えてもらったし、戦うシーンもたくさんあったから、で、まだ未だにこうなんか筋トレとかいろいろやるんですか。いや、もうやってないでもそういう話がいただいたら、もうぜひ2年ぐらいちゃんと体作って挑もうと思ってますけど、アクションやりたいんですよね。女の人がかっこいい。本当そう、本当そう。海外も結構アクションでね、女性がこう主人公のバイオハザードとかもそうだ、すっごいかっこいいじゃないですか。はい、
え、ラブストーリーだったら何ですか？私がやってみたいなと思ったのは、うん、エターナルサンシャインの、あの、何でしたっけ、獣医さん、ケイト・ウィンスレットの役とかやってみたいな。いいですよね。何だろう、え、どんなところを特にやりたいと思いました？いや、なんか全体的に見てて、なんかあの髪型コロコロ変わっていく、なんかあの感じも好きだし、でもケイト・ウィンスレットさんがもともとすごい好きだし、やりたいな。いや、エターナルサンシャインは何だろう、ラブファンタジーな感じもいいですよね、すごい、ではヒューマンドラマは何ですか？ヒューマンドラマか、結構韓国映画とかが好きで、母なる証明とかもすごい好きだし、あとは何だろう、韓国映画って最近すっごい好きだったんだ、なんだっけ、名前忘れちゃった、チェイサー、あ、女子、チェイサー好きなんですけど、なんだっけ、あれ、違う、みんなで何言ってる、息もできない自分が好きなんでしょ、息もできないね、私も好きですよ、息もできないわね、いい映画だ、確か私がほら勧めたやつで、あんま面白くないです、バンジージャンプする、バンジージャンプする、あ、バンジージャンプする、バンジージャンプするって、あれ、イ・ビョンホンさんが出てたやつですよね、そうです、懐かしい、あれすごい好きなんですよね、はいはいはい、あれって確か、あれ、タイムスリップものだったっけ、タイムスリップじゃないです、あのヒロインが死んでしまって、生まれ変わった男子高生に恋をするっていう、そうだ、僕はなんでわかるのに君はわからないんだみたいな、あー、そっかそっか、結構懐かしいですね、あれこそ2008年とか9年なのかな、へえ、どんなところが好きですか？なんかだって、あれってちょっと間違ったらゲイのラブストーリーだそうだね、それがあんなに面白くなってるってすごいなと思って、そっか、私あれ見た時にイ・ビョンホンさんのほら、あの、どんどんこう動向変わってるから、うん、最近出た映画によって顔が変わるから、すごいなばっかり見てた、でもストーリー考えると確かにね、韓国ってそういうちょっとファンタジーな部分にシリアスな、なんか泣かせるポイント絶妙じゃないですか、すごいいいと思いました。最近見たやつではね、ドライブとドラゴンタトゥーの方がいいと思った。あ、かなりいい線いってますね、私もどっちも好きです。ライアン・ゴズリングがかっこいいっていう、あのドライブのヒロインすごい可愛かったですよね、可愛かった、それでもうちょっと短くしちゃったんですけど、あれ見終わった後、あのヒロインの髪型にしたんです、ちょっとあ、でも確かにね、金髪にしてしまえば、そうそうそう、色だけ違うってだけでちょっとしちゃった、結構こう男気の映画好きですね、そうですね、でもドラゴンタトゥーもだってね、ヒロインがすごいかっこいいじゃないですか、あんなのやりたいですね、愛のとかニキータとかやりたいです、あ、いいですねアクションあり、ちょっとアウトローな感じありみたいな、ね、あ、だけどそうだ、舞台出るんですよね、はい、6年ぶり5年ぶり、5年ぶり、タイトルが、すいません、あれですよね、南部高速道路ですっていうのが、はい、6月4日から24日まで、三軒茶屋のシアタートラムでやってるので、どんな感じの内容なんですか、それ？それも結構楽しめる感じではないかもしれない、ちょっと重くなるかもしれないけど、あの、まあ、ちょっとファンタジー入ってるんですけど、ある高速道路で渋滞が起きてしまって、そこから停滞して、その渋滞がなぜそんなに進まないのかっていう謎は最後まで解けないんだけど、そこからちょっとファンタジーで1年その高速で時が経つんですね、で、それその間にだんだんその高速の渋滞の中でも、こう周りにいる数台前後でコミュニティとかが出来上がってきて、で、だんだんそこがもう共同体になって、もう普通の暮らしになるわけですよ、1年になると。で、それ1年経った時にもうその中ではだんだん、例えば子供が生まれたりとか、死んでしまう人もいたりとかもする中で、1年経って急に解消されて、で、まあ、主人公なんか小説が原作なんですけど、主人公がもう嘘でありえないって言って、この生活がいつまでも続くと思ってたみたいな感じで、最初は解消されたかった渋滞の中で解消されて、そんな風に思うっていう、なんか、うわ、切ないけどすごい面白そうですねファンタジーの部分と、はい、それをちょっと即興的芝居っていうあれで、私たちがだからワークショップっていうものから始まって、
で演出が長塚圭さんなんですけど、はいはい、まず渋滞が起こりました。じゃあ6時間経ちました、はいやってくださいって言われるんですね。で私たちが自由に自分の即興で動いて、うん、でそれを元に圭さんがもう脚本を書いていってみたいな感じなんで、ちょっと即興的芝居。じゃあそれって本番中も日によって違う可能性もある？違うシーンもあります。まだでちゃんと固めてないシーンもあるんで本としては。大変どうですか舞台って。私いつも見ててこの2時間ずっと緊張感の中で見られながら、うん、こう俳優さんたちのそれぞれの演技によってまた化学反応が起こるわけでしょ、うん、ストレスも絶対すごいだろうし、けど発見もその日その日であるんだと思う。そうなんですよね。舞台にさってでも本当にそこだと思ってて、映像なんか本当テストで本番で、もっといろんなことを試したいなとか思ってもできなかったりするかもしれないけど、本当舞台はいろんなことができるし、うんまあ、稽古もあるし、いろんなやり方でこうちょっとチャレンジするしてみることもできるし、うん、そういう風に楽しんでいこうかなと思ってますけど、ね、あ楽しみ。私も見に行けたら行きます。ぜひ、ねはい、あの最後にもう一つ聞こうと思ってたことがあって、はいまあ、さっきから聞いてる外事警察に出てそれで好きな作品とか聞いてると、やっぱりこうかなり私多分ちょっと趣味が合う気がするんですが、マキさんって漫画好きなんですよね？好きです。私今ね本当にベタなんですけど、映画見るといつもその漫画読むんですよ。うちは兄弟読んでるんです、はい、あ、はい、じゃあ逆にマキさんがこの漫画は映画化したら絶対面白いよねっていう漫画ってありますか？ああ、いいのがないってあれだめ、ああ、いい、大丈夫。原作があるんで、うん、まあどうなのか分かんないですけど、あのほらつい最近、うん、沢尻エリカさんでやったヘルタースケルターの、 あの岡崎京子さんが書いてる歌方の日々っていうのがあるんですけど、あれ今ちょっとやりたいなと思ってて、でもし映像化するんだったら出たいな。それも言った方がいいですよね。見る可能性もはい、ちょっと見てみよう。私ヘルタースケルターは読んでたんですよ。ヘルタースケルター面白いですよね。改めてそれでね映画を、まあ、見たんですけど、見る前にもう一回読み直して、うん、やっぱすごいな、うん、でもこの時代にするにはまたちょっとね変えるんだろうなと思ったらやっぱり変えてたんだけど、うん、岡崎京子さんの作品ってすっごいこう女の性とか女の子がドーンじゃないですか、ね、でも結構リバースエッジとかってなんか分かりづらいとかあったりするじゃないですか、うんうんうん、でも歌方の日々は原作があるから、うん、私も読んでて随分なんかあれ岡崎さんにしてはすごいしっかりしてるなと思ったら原作があって、うん、すごく面白かったです。あじゃあ読んでみます、うん、それやりたいなと。え、じゃあそれかなったら私はちょっと感慨深いな。え、ちょっと感動しちゃうないいですね。あ、そうか、うん、あれ一旦かなったんだっていうね、うん、あれから、うん、はい、ということでじゃあ最後にもう一度外事警察こちらについてメッセージだけいただきたいと思います。わかりました。本当に私は協力者側だったんで、うん、こう例えばこうもちろんその最後のどんでん返しとかすごく面白い部分はあるんですけど、私はもう本当にぜひ世の頑張ってるお母さん方にこうもう香りだけを追っていっても全然楽しめるストーリーになってるんで、だからぜひ世の頑張ってるお母さん方に捧げた香りなので、お母さんたち見てくださいという思いです。ということで牧陽子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。